ちゃ。こんにちは。はい。いやまあこの時期は本当に戦力外通告とか引退とか寂しい、辛いこともね発表されてしまいますが。まあでもやり遂げて引退する人とか、うん、そういうこともあるし、はい、人それぞれ違うよね。うん、で今は球団がいやイメージ的に例えばどんな選手にでも温かく送ってあげようという気概あるけど、うん、我々の時はなみたいな。マジかお前ってちょっと出てこいみたいな。あ、そんな感じだったんですか。まあまあそういう時もあったそういう時もあったんだけど、なんていうんだろう、まあ選手の時はね一本の電話がかかってきて、まあ日本ハムの時はねで1年しかお世話になってないけども、監督がちょうど変わってね、大沢さんから上田さんにで戦力外ということで、うちはそういうふうな結論に達したんだけどって。それ何月ぐらいだったんだ、シーズン。いやもうシーズン終わってからだな。あ、終わってからだったんですね。まあ、それで田中さんどうしますって言うから、うん、いやどうするってどういうことって、引退会見しますかって、うん、球団に出向いてそんな席を設けなくてもいいですと、うん、1年しかお世話になってないし、はい、だからまあこっちで引退を発表しますっていうようなことでね。それは監督からではなく球団。いや監督だよ、うん、絶対。これは今でも監督から言われて、それとも球団の、まあ、球団もある、まあ、その会議があるんだ、編成会議みたいな、はい、でドラフトがあってこういう選手を取るって、うん、で何人開けなきゃいけない、うん、そしたらこういう選手に戦力外通告しますよみたいな、まあ、そういうのはコーチをやってる時にまあある程度分かったけどね。あー、コーチ、うん、コーチになってみてもう全然違う。違う、もうね会議室の様子を選手が見たらげんなりするよ。え、そうなんですか。え、たえどこんな評価かみたいな。え、ボロカス言われるからえ、それはどこからボロカスが。まあまあいろんなところから、ね、あ、まあ球団の、まあ、いろんなこともやし、いやもう選手はダメだよみたいないやまだ使いますってみたいな。それ監督とかコーチの意見が取るの、あんま性格のあれの置いとくんですかみたいなそ, れそういう、そうです、だから選手には見せらんないですよ、ね、それ監督とかコーチがいやまだ使いたいですって言って話が通る時もあるんですか。いやそれもちろん。でもダメな時もある、もちろんあるわけですよね。もちろんどっちがいいみたいな言われて、うーわー2人いやドラフトでこれが取るとどうするの、あいやこっちの方がいいですねとかもある。あーそうなんだ、まあ、あったよね。シーズンが終わってからそういう会議の場が設けられるんですか。いやあるある。今でもそうですけど、シーズンもう終わってないけれども戦力外通告ってもう、まあ、ある程度わかるよ。それいつぐらい使われ方とか、ファームでももうなんか試合に使ってくれないとか、はい、そういうのは大体わかってくる。そうなんですか、ね、うん、なんとなく察するんですか、うん、コーチの時なんかもうやっぱもうやめようとか、うん、そういうの思うよね、うん、それ豊さん思いました、コーチの時。1年目に思う。早っ、うん、早いだろ。ちょっと早いですね。いや、いやそれはさ、ね、筒香を落とす落とさないの時に、はい、いや、筒香は一回落としてやってくれと、うん、ヘッドコーチの時にね、うん、で、どうのこうの。で、球団は営業を考えるじゃん。で、筒香だと収穫力はある、うん、いや、ただ筒香が今はあったとしてもやっぱ打った方がもっと収穫できますよと、今は彼も悩んでるし成長過程にある人間だから一回落としてリフレッシュさせてやった方がいいって、これは私の経験上だとね。言ったら、まあ、ある人に呼ばれて、私に逆らう気かみたいな。マジですか、お前ど素人だろみたいな戦いに思ってえ本当ですか、よく覚えとけみたいな、わいやこっちのセリフだよみたいなそんな感じだったの。まあそれが1年目にあって、結局筒香選手落ちたんですか。落ち、落として、あ、さあ、もうそれはちゃんとしたんですね。いやいや落とさないからさ、うん、絶対落ちるよなと思ってたら、はい、そのうち落ちて、あそうだろみたいな、その時に落としてやるよって思ってたんだよ、うん、あそっか、そういうなんか変な第三者の意向が入ってきちゃうんですね、うん、いやだからもうそういうところでは俺もう絶対できねえしみたいな、うんうん、思いますよね。だってお前経験してねえんだろって、うん、野球経験者じゃないし、うん、お前どういう気持ちで筒香がやってるか分かんのかって。そしたら何て言ってました。いやそこまで言わないよ、心の中ここまでね、ここまで、いやだから今はもう全く体質は変わったけどね、うん、その頃とはあの時立ち上がったばっかでしたもんね、うん、だからまあみんながね、うん、試行錯誤しながらやってたから、まあ、ちょっと分からない部分もあったと思うんだけども、まあ、そういうので、まあ、1年目からこんな体質じゃやってらんないなってのは思ってて2年間我慢してやめたけどね。そ
そうだったんですね。そうそうそう。それ辞める時とか辞めたいっていうのは出向いて言うんですか、まず監督に一応言うんですか、中畑さんとか自分は辞めたいって、コーチを辞めたいって。まあそう、まあ、辞めたいっていうか、まあ大体分かるよね、球団もこんな厚かましいの置いてないからね。で春はと喧嘩してるしさ、ほらもうほら首穴なんで血気盛んな。もうデニーは絶対言うこと聞かないから。デニーさん、もうこの3人はもう間違いないなと思って、思ってたらそうだったんで、3人でこうやって肩組んで写真撮って終わったよ。最高じゃないですか。最高だよ。最高で、中畑さんは残ったんですもんね。中畑さんはある高校生の1枚の手紙でね、残った。ほら例えばね、自分が率いて呼んだコーチだから、それだったら僕も辞めますとか、そういうことも、まあそういう抵抗はしたと思うけども、なかなかね、やっぱそういう人事ってそういううまくはいかない、綺麗事は、まあ組織ですもんね、うん、それともう異端児3人だから。いやだから、まあそのぐらいの方が俺はいいと思ってて。そうですね、うん、そんなね、おとなしくイエスマンばっかり揃えてても、うん、やっぱつまんないし。だから長さん悩んでたら、こいつら何だって。いたに3人いたに3人え、中畑さんはどういう手紙をファンからもらってとどまったんですか。いやだから、このままでね逃げ出すっていうのは良くないとか、やってほしいっていう、その一つの手紙がねきっかけで、長さんも辞めようとは思ってて、うん、だったんだけど、考え方が改まって残るようになったんだけどね、うん、だからまあ、イタンジ3人が足を引っ張ったっていうのはあるよね。イタンジ3人っていいですね、コンビが。そうそうそう、また肩組んで最後写真。いやだからもう、ね、あの春なんかさ、と喧嘩したけど、何を喧嘩したんですか。いやだから、勝てますかって言うから、うん、勝ちたいですねって、勝つ気ありますかって言ったら、相手がいることですからって、まあ頑張りますけどって、お前勝つ気ねえだろって言われて、カチンと来て、だから相手がいるって言ってんだろーって、ブチ切れだよ。わお、相当頭きたんでしょうね、うん、お前誰に口聞いてんだって、お前に聞いてるに決まってんだろーとか言って、二人ユニフォーム脱いだろーって言って、表だろーとか言って、誰か止め、脱いだら関係ねえだろって来いみたいな。え、本当ですか。いや本当だよ、お前ひどかったんだわ。その場いたよ。いたんですか。大声張り上げられるんだ。俺は食堂でいたんだよ。で、何事だった。春がたまたま一人でいたんだよ。あ、こんなこと言っていいのかね。もう時効です。もう時効だな。いやそれでゲーム後にどのこうのって言って、うん、話があるからって、ゲーム後に話そうって、うん、春は無視だよね。そうですね、うん、それでみんなで説得して、うん、もう言うなと、うん、もう穏便にその後入って言っとけと、うん、分かったかって言ったら、はい、で呼ばれて行ったら、また大声だ、てめえこの野郎表出ろって、やめたらすぐ言って、来いとか言って、表に行って、もうね、異端児3人、異端児3人、もうそんな感じなの。そう、それがある人に何か言われたんだよ。なんて、入れ替えのことで、はあ、あ、選手の、うん、入れ替えのことでな。で、これ探してもいなくてさ、その人が、はい、もう山下監督に電話しますよって言われて、もう時間がないし、はい、で変えてくださいって言って、ね、どうですか状態はって、大丈夫だよって言うから、うん、じゃあ明日から変えますって、うん、で自己報告になったんだよ、はい、俺怒ってさ、はい、その報告を受けなきゃいけない人、うん、お前何勝手にやってんだって、うん、探しましたよ、どこ行ってんですかって、この大事な時に、うん、言ったの。そしたら石峰が後ろから待機してんだよ、はい、石峰いるなとか思いながら、はい、これあれしてて、うん、で話がもう終わって、はい、席について、お前なんで俺の後ろにいたの。いや、殴りにかかるなと思ったから、止めようと思ったから。止めようと思ったんですか。もうね、めちゃくちゃだから、めちゃくちゃ痛いんですか。めちゃくちゃ痛いんじゃん、3人じゃん。だから中さんは大変だったの。大変だったんだよ。デニーさんはデニーさんでどういたんじゃだったんですか。デニーはもうピッチャー変えるとか言うこと聞かないんだよね。いや、まだ大丈夫って。いや、もう中さんが変えるって。そこは中畑さんとバチバチやってたんですか。バチバチやってた。すごい、うん、面白い。くっそーとか言って、うん、帰るんですねとか言って、うん、分かりましたって、うん、誰だって、次はって長さんが言ったら、うん、誰ーとか言ってたバーンって閉めて言っちゃった。イタンジさんに言うこと聞かないんだよ、3人と。イタンジ3人組ですね。もうね、組閣失敗。まあ、組閣失敗の例もあるんですね。まあまああるね。でも俺は思うにはね、みんな戦ってたよ。そうです、そういうことなんですよ、うん、より良くなるために、ね、うん、でも手法が違う。みんなカッカ来るからさ。
もうそうですよね。中畑さんはやっぱあのまんまですか、そのカッカ来るとかじゃなくて熱い男みたいな。中畑さんはとにかくポジティブな男だ。そうですよね。何そう、でもね、ロッカーの中でぐたーっとなってた。裏ではね、もうあんな元気印じゃない、もうそこら辺にいるね、酔っ払ったおっさんが寝てるみたいな感じで、毎度毎度こんななってたら疲れ果てて。あ、そうだ、ね、いや、そりゃそうだよ、まあ、あの時のね、DNA は、うん、それでグラウンドに出たらバーッとパワー出さなきゃいけないから、そうそう、もう長瀬さん見てるとかわいそうになった時ある。そんなに疲れてんだと思って。確か初めて監督に就任されたキャンプの初日からインフルエンザが、インフルエンザだ、俺隣で行ってんのよ、飛行機で。大丈夫だったんですか。大丈夫だったんだやっぱいたんです、3人のやつよ。だから長瀬さんにグラウンドから電話して、はい、ちょっとね、うん、最初だから部屋からテープ振りなさい。振ってた。そう、あれ豊さんの指示だったんですか。ちょっとみんなにテープ振りなさい。そう、あの部屋のホテルの窓からなんかこうやって。そうそうそう。あ、そうだったんですね。まああれがね。それからタミフル、うん、飲みっぱなしだから俺危ないからね。それがスタートだったんですもんね。そう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 。いやでもなんかいいですね。でも中瀬さんは疲れたと思うよ。うん、だから異端児三人衆を、はい、お前たち本当によくやってくれたって言ってくれてさ、飲み行こうって、はい、最後みんなで打ち上げやろうって、うん、行かなかったけど、どうしてだから異端児三人衆だから。そうか、また先の席でね大変なことになる。暴れまったら困るから危ない危ない。だからみんながみんなイエスマンじゃないってことですよね。中瀬さんはイエスマンを集めたいんじゃなくて、うん、熱さを求めたかったんだ。それは間違いではなかったんです、うん、そうですよね、間違いではなかったんだけどちょっとやり方がもう違うところで異端児発揮してたからそこじゃないのにみたいな。そこじゃないだろうみたいな。あ、そうなんですね。いろいろ裏側というか経緯というか。だからもうそんなは首を通告するよりも3人はぁやめたらみたいな、こっちからね、こっちからお願い願い下げだよみたいな、うん、そんな感じの3人衆だった。そうだったんですね。その3人衆の次のコーチとかおとなしかったんですかね。すごくどうなんだろう、ね、どなたか覚えてないです。君も止めなかった。もうだから気持ちはスパッと言ってたってことで。あ、そうそう、もうあの後悔もなく、うん、でも厚さっていうのはすごく大切だし、喧嘩してでもね、やっぱ強くするために自分の意見を言うっていうのはね、ただ決定するのはもう監督だっていうのは分かってなきゃいけないし、でも決定に対して後でごちゃごちゃ言うっていうのも良くないしね。だからその決定が出るまでは熱く、そうですね、こうたぎったものをそうディスカッションとか討論ぶつけないとね、やっぱダメだというふうにチームも強くならない。そうですよね。でもこの動画最初始まったのは引退とか戦力外通告だったんですけど、なんか最後全く違う面白い裏が聞けて、はい、話してよかったのか、まあ、大丈夫ですもんね、これはもう時効ですよ。なんかスッキリした。いや、よかったならよかったです、うん、まあでもその当時球団の人たちも、はい、その当時こう関わり合った人たちも、うん、みんながやっぱ熱かったよね、うんうん、でみんなが強くしようとしてた、はい、だからそれのぶつかり合いだから、うん、それは球団の人が悪いとかじゃなくて、うん、春も悪いわけでもないし、うん、デニーもピッチャーを本当に守ろうとして、うん、そうですよね、やらそうとして、うん、もう今じゃ大変だよ。あの時腹ボーン殴って帰ってきてたからね。先生ピッチャーボーンとかなってた。あいつ息できてるかみたいな。そのぐらい熱かったんだよ。そういうことですね。やっぱ弱いんだったら気持ちだけしっかり持っていけみたいな。うん、まあそういうタイプのやっぱこうデニーだったし、ね、うん。それはその時で中瀬さんがその後も引き継いでね、はい、選手を育て、うん、今に至るという。ですよね、うん、今はね A クラスに入ってっていう常にこう優勝狙える球団にまで育ってきてるっていう、あの時から、そうだな、明治維新のような、はい、ハンバーグみたいな、そうそう、まあ、そんな感じの戦いがあって、うん、それで今ので今の DeNA があるという、ね、そうだからそのね悪ガキ三人衆じゃなくて何でしたっけ、異端児三人衆の歴史があって今の DNA がいるっていうこと。今おとなしいもんな、みんなな。そうなんですよね、うん、皆さんやっぱりいろいろコンプラとか。いやでもね、おとなしい方がうまくいくチームかもわかんない。わわでもたまにはこういう異端児三人衆みたいな人がいても、でもあれ中さんだから我慢してくれたんだろうな、監督がね。で守ってくれたしね、俺らのことを。あ、そうだったんですね。いいバランスだったのかもしれないですね。まあ、そうだね、はい。